怖い話のネタってあるじゃないですか、漫才師、はいはい、うん、僕らも一個あったんですけど、変化球の曲がり方が大体まあ似通ってるなみたいな、うん、ファッて劇場でモニターにチュートリアル出てたんですよ、うん、何気にファーって見てて怖い話出したんです。ああ、チュートリアルも怖い話のネタすんやと思ったら、見たことない曲げ方したんですよ。忘れましたけど、まあ、スライダー、カーブ、スローカーブ、まあ、あって縦を、うん、チュートリアルこっち曲げたんですよ、うん、今まで見た怖い話の中でこいつら一番おもろいわって思ってからもう虜ですね。 M1 チャンピオンになった時はほんま嬉しかったです。僕チュートリアルの親族ぐらい喜びました昔からのファンやから。ドヒポンタと僕同期でよう飲みてた時に、最近おもろい若手おったかみたいな、ブラマヨのこの間のネタめっちゃおもろかったみたいな、ヤホーめチュートリアルのこの間のネタ言うて、ブラマヨチュートをせよってよく裁判してました